ファが。韓国に警告文。韓国サッカー協会 KFA は、ホン・ミョンボ監督55の、A 代表選任過程などが不透明として、管轄の文化体育観光部から監査を受けた。これに対して国際サッカー連盟 FIFA とアジアサッカー連盟 AFC が、サッカーに政府が関与したことで、懲戒される可能性がある、との趣旨で警告文を送ったことが参加、わかった。FIFA は定款13条に、各国サッカー協会は第三者の干渉を受けてはならないとの規定と、同14条に政治的な干渉から独立でなければならない、と明記している。FIFA は15年、クウェート政府が体育団体に影響力が、行使できるように法律を改正したことで、同代表チームに制裁措置をしたことがある。18年ワールドカップロシア大会アジア予選出場を禁止し、ワールドカップ出場できなかった。今回、韓国にも同様な制裁が出された場合、韓国は86年ワールドカップメキシコ大会から続いている、ワールドカップ本大会出場記録が途絶える可能性もある。やっちまったな。国際大会に向いてないから。最終的にはどこかで落としどころをつけて、本大会には出場できるようにすると思うけど、もちろん予選を勝ち抜いた場合です。怪我中の損に招集かけて、スパーズサポがブチ切れてるし、ここ最近の協会は無茶苦茶ですね。まあそういう国家だということ、厳罰を望む。韓国すごいな、どっちを向いても急な上り坂で向かい風状態だ。ホン・ミョンボが辞任したら制裁を食らう、続投は国が許さない、会長の再選阻止は政府の意向通りになるため、これまた制裁の可能性が生まれ、再選したら協会の腐敗と堕落が進む、と、ここまで鮮やかにドツボにはまることってあるか？FIFAの言うこと聞かなかったら韓国は追放でいい。どう考えても政府が介入すべき問題ではない。文句言ってくると思うので追放してやってください。さようなら韓国。2030年に会いましょう。